And now for something completely different. It's... はい、というわけで今回お届けしました曲が、ウエストコーストジャズを代表する、バリトンサックスプレイヤーのジェリー・マリガンさんがね書いた、ラインフォリオンズという曲を、演奏いたしました。でね、ウエストコーストジャズってちょっとだけ説明しておきますと、基本的にジャズって、ニューヨークを中心としたね、東海岸ですね。こっちの、これ、対面だからこっちか。この、アメリカだったら、この辺ニューヨークを中心とした東海岸で、発展したものなんですけど、それとは別にね、ロサンゼルスを中心とした、その西海岸で、流行ったジャズっていうのがあるわけなんですけども、それがね、ウエストコーストジャズと呼ばれるものなんですが、ニューヨークのジャズと比べて、ロサンゼルスを中心としたこの西海岸のジャズって、近くにハリウッドがあるわけなんですよ。ということで、映画音楽とかを演奏していた、ある程度音楽的な教育をちゃんと受けた譜面に強い白人ミュージシャンが多いと言われています。ということで、どちらかというと、より洗練された、編曲のしっかりした、ジャズが多いというような気がいたします。で、ウエストコーストジャズ、ジャズってもうエネルギーだ、アドリブだ、バリバリだっていうようなものが大好きな人間でしたから、ウエストコーストジャズってあんまり好きじゃなかったんですよ、若い頃はね。それがね、年食ってからなんかみんなすごくいいんだよね、ウエストコーストのミュージシャンってね。ということで、最近ちょっとね、その辺を力を入れて練習しようかなと思っている次第であります。で、この曲、今回はアドリブじゃなくて、藤井康弘さんの楽譜をそのまま吹いておりましたけども、ちょっともうちょっとこの曲詰めてやっていきたいかなと今思いますので、次回はこの曲でアドリブで演奏したものをアップしていく予定です。今、練習しております。ということで本日はこれまで、次回もまたお楽しみに。さよなら。この動画を気に入っていただけた方は、高評価と
チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。またご意見ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。ではまた。